救急救命士がこのように誕生して25年という時が過ぎましたその間に現場活動の実績と統計研究から救急救命士が実施できる救急救命処置の範囲も少しずつ拡大されていますこれまでの救急業務における学問的な基礎は救急医学の一つとされる病院前救急医学や 救急現場の診療学が提唱されてきましたしかしこれらの学問は医学的な側面に偏っており救急業務とされる搬送上の問題点に対応できていないのではという指摘もありましたそして今救急救命士が求められる学問体系は救急現場に特化した現場学ですまさに今現場で起こった事象に出動し観察によって 緊急度重症度を見極め必要な処置を実施しつつさらに傷病者の病態を悪化させることなく適切な医療機関に搬送するそしていつものように活動してうまくいくこともあればそうでないことも起こる特にそうでないことが起こった時にはその現場を振り返り何がうまくいかなかった原因なのかを考えるそういう一件一件のライブ生のデータを積み重ねて より良い活動にフィードバックさせるそういうい学問ですそこには医学の知識はもちろん統計学哲学倫理学などさまざまな知識が必要でありかつ病院前救急医学の理解と意識が必要です皆さんは救急医療に携わる救急救命士がどういった組織に所属しているか知っていますか医療が専門の病院など 医療機関ではなく救急活動を管轄する各自治体の消防で秘書です救急救命士の多くは公務員として救急車に乗車し活躍していますそういう立場での立ち居振る舞いは国民市民の生命身体及び財産を守り国民市民の模範でありさらに助けを求める傷病者の救命士社会復帰を助けるという 当たり前のことを確実に実施していますがそこに救急現場学一つ一つを振り返りさらに発展させるという意識と姿勢が求められるのです救急救命士にはそういう役割と責任があるのです資格はそれだけでなりわいとして生かされますがそういった意識と姿勢を持ち現場学の 研究を進めることが真の救急救命士といえるのです。